リクルートは今お伝えしてきたような独特なカルチャーがあり、学歴や職歴についてはそこまでこだわらずに幅広いバックボーンの人を受け入れる間口があります。こんにちは、滑らない転職エージェントの末永です。今回は絶対にやめておけ、リクルートに転職して後悔する人の特徴について、新卒リクルート入社で転職のプロである私末永がぶっちゃけで解説していきます。直近ですね、過去3本出してるんですけれども、リクルートを徹底攻略シリーズということでやっていきたいと思います。普段アクシスの転職エージェントサービスにご相談いただく20代の方々からリクルートについて話してもらいたいというような要望が多くてですね、アクシスとしてもこれまでリクルートグループに対してたくさんの転職支援実績がありますので、ぶっちゃけなところをお話しできるんではないかということで、リクルートへの転職についてシリーズ形式でやっていきたいと思います。それでは早速本編に入っていきたいと思います。先ほどお伝えした通り、リクルートという会社は新卒の就活生にとっても20代のビジネスパーソンにとっても人気の転職先です。しかしイメージが一人歩きしていて、ミスマッチが起きているケースも増えています。これはリクルートに限らずなんですが、会社や仕事というものはどんな仕事に関わらず泥臭い部分があり、いい仕事ばかりではありません。しかしリクルートのようにいいイメージのある会社ほど過剰な期待が先行してしまって、期待値と現実がギャップが生まれてしまってミスマッチとなってしまうケースが多いんです。そこで今回はリクルートにミスマッチにならないように、その理由についてお伝えしていきたいと思います。まずはじめにリクルートに転職して後悔してしまう人の特徴についてお話していきたいと思います。私なりに3つの特徴にまとめさせていただきました。1つ目は個人目標がきついことです。リクルートでは社員一人一人が高い目標設定をして、その達成計画を自分で立案し、進捗を自ら細かく管理するというようなマネジメントスタイルが惹かれています。中にはそれが合わなくて転職の効果につながっている人もいるようです。目標達成がきついと聞くとノルマのような厳しいペナルティが課されるというイメージを持つ方もいるかもしれませんが、そういうことではありません。むしろリクルートでは目標が達成されるとインセンティブだったりとか表彰をされて称賛されるような文化があります。いたずらからネガティブな影響があるというよりは、達成するとポジティブな影響があるというようなイメージです。とはいえ、目標未達だからといってペナルティが課されるということではないものの、精神的なプレッシャーは一定高いと思います。割と高い頻度で上司と自分の目標や進捗について壁打ちするような機会が多いので、まあ無理もないと思います。リクルートに転職して後悔してしまっている人の多くは、この厳密な目標管理や達成のためのプレッシャーに苦痛を感じてしまっている人が多いようです。このようにリクルートの目標設定や目標必達の意識というのは他の企業とは一線を画しています。ですのでリクルートに転職して後悔しないためには、事前に社員がどのようにマネジメントされているのかというのを実際に経験をした社員や元社員にヒアリングしてみるのも一つでしょう。二つ目は社風が合わないことです。リクルートに転職して後悔している人というのは、リクルートの社風と自分の性格がミスマッチしていると感じている人が多いようです。リクルートの社風というのは、先ほどお伝えしたような目標達成に対する強い意志というのもあるんですが、その他にも独特な特徴がありますので、今日はその4つを紹介して解説していきたいと思います。1つ目は圧倒的な当事者意識です。リクルートでは自分の仕事に対して高い責任感と主体的に行動することが求められます。逆に言うと主体的でないことを詰められてしまうケースがあります。まあ、正直なところお恥ずかしいんですけれども、私自身もリクルートに在籍していた時に、自分の担当顧客に対して主体性がない後輩に対して、なぜ自分の顧客に対してそんな受け身な対応を取るんだと、そんな対応であればお客さんに対して迷惑なので自分が担当を代わらせてくれと、まあ、そのような話をしたことがあるんですけれども、私の対応が良かったかどうかは置いといて、リクルートにはこのように仕事一つ一つに対して当事者意識だったりとか主体性を求められるというようなカルチャーがあるというのは覚えておいた方が良いでしょう。それが合わない人にとっては、なんでそこまで考えなきゃいけないんだと、何を詰められているのかよくわからないということでしんどくなってしまう人も多いと思います。二つ目はなんでなんで思考です。これは物事の根本原因や理由を深く探求し、表面的な解決にとどまらない思考法です。リクルートは営業が強い会社というイメージだと思うんですが、意外とロジカルで合理的な社風なんです。トヨタだったりとかマッキンゼもそうなんですが、なんでなんでと深く何度も掘り下げて考える習慣があります。一見答えのないようなことに対してなんでと思考を深めていくわけです。そういう意味で思考体力がなく、うざい、めんどくさいと感じてしまうような人にとってはしんどくなってしまうかもしれません。
例えば上司に相談したり自分の意見を主張したとしても、なんでなんとかなんだっけと掘り下げられて答えを提示してくれないというようなことが多いので、悶々としてしまう人も多いでしょう。3つ目は商売に思考です。ビジネスの本質を理解して常に利益を生み出すための視点や思考を求められます。リクルートでは一営業担当であったとしても、売上だけではなくて利益を生み出す視点が求められます。営業として顧客に対してもどうすれば利益最大化に貢献できるかということを考えることを求められて、仮に達成していたとしても単なる物売りのような営業をしていたらは称賛はされません。これについては、全員がそのレベルで求められるかというと、ある程度の多様性は担保されているので問題ないかもしれないんですが、リクルートを目指す人であれば、こうしたビジネスへの関心度が高い方がマッチ度は高いと思います。4つ目は逆算思考です。目標を設定してその目標を達成するために必要なプロセスを逆算して設計する、計画立てるような力のことです。リクルートと同業他社であったとしたら、毎日の行動目標や件数が降りてきていて、それをこなしてさえいれば OK というような会社は意外と多いんですけれども、リクルートでは自立自走というものが求められます。そのために自分で目標設定をして、その目標を達成するために逆算計画として達成計画を自分で立てなきゃいけないし、それを PDCA サイクルを回しながらやりきることというのを求められます。指示待ちでやるべきことをやってるから評価されるのではなくて、自分で主体的に達成計画を考えて自己管理するというのは結構大変な手間暇や工数を取られます。だからこそリクルートでは自律的な人が育つとも言えるんですけれども、そこが疎ましく感じてしまう人からするとミスマッチしてしまうでしょう。これらのリクルートの特徴をあらかじめ理解して受け入れることができていれば、リクルートに入社したとしても社風に対してそこまで大きなミスマッチは発生しないでしょう。カルチャーに対して1点補足しておくと、リクルートは今お伝えしてきたような独特なカルチャーがあり、それにマッチしない人はミスマッチを起こしてしまうと思うんですが、逆に言うとそれさえマッチさえしていれば、学歴や職歴についてはそこまでこだわらずに幅広いバックボーンの人を受け入れる間口があります。そのため社内のカルチャーというのは多様性が一定担保されていると思っていまして、そのために転職者がリクルートに入社した時に人間関係で違和感を感じることは少ないと思います。それについてはリクルートのカルチャーのいい部分ではないかなというふうに感じています。リクルートに転職して後悔してしまう特徴の3つ目なんですけれども、残業が多いことです。リクルートに転職した人の中には思っていたよりも残業が多かったという人がいます。特に旧リクルートライフスタイルであったりとか、旧リクルートコミュニケーションズについては業界やビジネスモデルの特徴から忙しくなりやすいというふうに言われていたりします。例えば旧リクルートライフスタイルについては、クライアントが美容業界や飲食業界になるので夜の時間帯に働かなければならないといった特徴も一定あります。旧リクルートコミュニケーションズのビジネスモデルについては、ウェブサイトの制作受託だったりとか広告代理店のようなビジネスモデルのため忙しくなる傾向があります。ですが最近になってリクルートグループは社員の働き方をかなり重視する会社になってきています。実際にリモートワークについては理由や頻度を問わず自由になっていますし、最近では週休3日制を導入しています。副業についても競合でさえなければ割と自由です。ですのでこのように働き方を改善してきていると思いますし、あくまでリクルートは残業を強制するという会社というよりは成果にコミットする会社で、そのために結果として残業が多い人もいるというような考え方が正しいでしょう。それでは最後に逆にリクルートに向いている人の特徴を3つお伝えしていきたいと思います。この特徴に当てはまる人たちはリクルートに転職した後もミスマッチなく頑張っていけるでしょう。1つ目は将来の目標が明確な人です。将来の目標やビジョンが明確なことはリクルートにおいて非常に尊重される存在です。このような人はどうして自分はリクルートにいるのか、リクルートという環境を生かしてどのようになりたいのか、それをきちんと言語化できているので比較的早く成長して自立自走していく特徴があります。またリクルートは人材輩出企業と呼ばれているように、リクルートを踏み台にして自分の人生の目標を達成しようと考える人を好まれます。ですので長く在籍することが正義というふうには思われませんし、むしろ転職や起業のステップになるようなことを応援されるような文化であります。一つ目は論理的思考能力がある人です。まず論理的思考能力というのは網羅的に論点を整理して捉えることができる力です。具体的には問題をきちんと特定して解決する力があるということです。これは経験上論理的思考能力が高い人は
リクルートの社風でもあるなんでなんで思考だったりとか逆算思考というのを早くキャッチアップすることができるので個人目標も達成しやすいんです。ですのでリクルートは論理的思考能力が高い人は活躍しやすいというような形になっています。もちろん元々はそれほど論理的思考能力が高くない人であってもリクルートの選考を通過できるレベルであれば入社後に一定キャッチアップすることはできるでしょう。3つ目はガッツや根性がある人です。最後にいきなり精神論になってしまって申し訳ないんですけれども、リクルートは他の会社と比較するとさすがにガッツがないと難しい可能性があります。最近は働き方改革のおかげで労働時間はそこまで長くはありませんし大企業ですのでハラスメント対策もしっかりしていると思います。しかし高い目標を貪欲に追いかけていくにはそれなりの根性が必要になります。自分の能力よりも常に高い目標を設定させられるのでそれを達成させるためには常に自分を成長させ続けることを求められます。その進捗に対して上司が丁寧に向き合ってくれる分プレッシャーを感じてしまうシーンも多いと思います。それを乗り越えていくためにはガッツが必要だと思いますし、そのガッツを支えるのは自分自身が将来どうありたいかというような目標なんだと思います。いかがでしたでしょうか。自分はリクルートに転職しても後悔しないような自信はついたでしょうか。でも自己分析が苦手で今回ご紹介したようなリクルートに向いている人の特徴に自分自身が当てはまるのかわからない、そのような人も多いでしょう。そのような人は弊社アクシスが提供している滑らないキャリアエージェントでは自己分析はもちろんリクルートに特化した面接対策を提供しています。自己分析をはじめ実際にリクルートグループと契約している200社以上のエージェントの中から最も手厚い支援をしているという形で2年連続リーディングエージェントに表彰された実績もあります。概要欄に滑らないキャリアエージェントの URL を貼っていますのでぜひそちらからお申し込みいただけたら嬉しいです。あとは転職の基本の基もよくわからないという方もいらっしゃると思うので公式 LINE の URL を貼っていますので今タップしてですね友達登録をよろしくお願いします。転職の基本についてノウハウを提供していますし無料で使用価値診断も受けることができます。ぜひ友達登録をよろしくお願いします。いかがでしたか。今回は絶対にやめておけリクルートに転職して後悔する人の特徴についてお話していきました。この動画が少しでもいいと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も皆さんの転職やキャリアに役立つ情報をお送りしていきたいと思いますのでぜひコメント欄にですね皆さんのコメントを書いてください。そちらを参考に動画を作っていきますのでよろしくお願いします。バイバイ。